不動産線っていうのを前回来た時に行けなかったので、ちょっとなんか短いようなことがネットに書いてありましたけど、行けるところまで行ってみたいと思います。バリバリ林道です。おだあります。林道不動産線2.4m。いずれにせよこれストップなんですかね。道があるのかどうかわかんないです。ほうほう、土砂崩れになってますね。ご覧の通りです。うわすごい、見る影もない。結構な急車でね。まあ、これはどっちみちここはもう先行けないので、でもなんか昔話をちょっと聞いたことありますけど、ここは確かうんと回ってどっかに抜けられたような、確か話があったような気もします。林道不動産線施工起点って書いてありますね。令和2年度。履かないですが、もう帰ります。凶暴というほどのこともありませんね。例によってすごい急坂です。すごい勾配ですが、ここは緩やかですね。さっきのとこすごかった。今シーズンイン、自分にとってシーズンインなんで、久しぶりだとね、やっぱりちょっとした坂がねものすごい勾配に感じますね。少しずつ慣れていかないとまた。距離測るの忘れてましたか。500-600m じゃないですかね。さっきのあの土砂崩れのところまで。
リンドウクルミ、クルミ刺し線。面白い名前ですね。クルミ刺し線。ちょっと行けるところまで行ってみようかな。なるほど、これ終点ですね。500メートルぐらいですかね。うわ、こんな林道しか行けないか。結構登ってますね。